ルト君。あ、水影様。久しぶり。先日は世話になったね。カグラも連れてきたかったんだが、彼には僕が留守の間里を任せていてね。そうすか。その代わり伝言を預かってきた。君と中人同士としてまた会える時を楽しみにしている。そう言っていたよ。カグラが。彼も僕の後継者として毎日訓練を続けているよ。そうか、あいつも頑張ってんだな。君も頑張ってくれよ。うちの里の連中もなかなかやるからね。霧隠れの戦火三兄弟、どうやら一筋縄ではいかない連中みたいだね。上等だぜ。ドイツと当たろうが絶対に負けやしねえ。